こんばんは。4月6日月曜日、時刻は22時を回りました。 SLTV が毎週バーチャルワールドであるこちらセカンドライフ内から生放送でお送りしております旅番組、たびたび夢大陸が始まりました。もうあっという間に年度始めの4月になってしまいましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。そして桜前線は皆様のお家の近くまで行っておりますでしょうか。今日旅先案内人を務めさせていただきますのは私クリオネです。イエイ。今夜もセカンドライフ内の素敵な場所へ皆様をご案内したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてでは、まずは私に向かって左側、癒しの方、どうぞ。はい、はい、こんばんは、ひまひまです。4月に入ってフレッシュな新人さんとかも、そうですね、前に入ってきたと思うんですが、うんうんね、なんとなく気持ちがこちらもなんか若々しくなるっていうか、確かにかなかなでもなんかちょっと駅でうろうろしてるのを見るとイラッとかしちゃう。いや、ダメよ、ういういしいわって思ってあげますけど。そうなんですよ。なんかそういう心の余裕がない自分が悲しいかな。なるほどね。はい。今日もよろしくお願いします。はい、ひまちゃんです。よろしくお願いします。はい、そして、ベテランのこの方。はい、桜前線は遠の昔に通り過ぎました。今。そうかそうか。はい、うちの近くの桜は葉桜となっております。もうすでにね。もうすでに葉桜です。咲いたと思ったら雨が続きまして、雨が花を散らしてきました。そうですよね。そう、今年はあまり長くは楽しめなかったのですが、はい。はい、新人さん、初々しいと言いますと、私は高校の時のお話をさせていただきますとですね、はい。駅で、若い男の子が嬉しそうにジュースを買っているのを、目撃したことがあるんですね、うん、自分も高校に通った時なんですけど、うんうん、その人たちっていうのが自衛隊がね、実はその私が通ってた高校がある町にありまして、自衛隊駐屯地が、うん、そこに入った新入隊員、の隊員さんが初めてのどうやら里帰り、ゴールデンウィークの里帰りするのに、うんうん、もう入ってからようやっと外に出てきた感じで、もうすっごい嬉しそうにジュースを買ってるのに、ウィウィシー、そう、もう新しいし、もうジュース1本買うのものすごい嬉しそうにしてたなるほど、はい、そんな時がもう戻れないベルモです。よろしくお願いします。いやでも旅の何、旅先案内人ナビゲーターさんとしては、まあちょっとウィウィシー感じだったけどもうそれも終わっちゃったかな、その時期も。どうなんだろう、もともと太しいから確かに確かにウィウィシーさはなかったような気がするけど、ね、でしょはい、ではですね、今日の旅に出発する前にこの番組のスポンサーセムの皆様をご紹介いたします。この番組の提供シムはジャパンミュージックランドエリア86以上のシムの皆様の提供でお送りいたします。今日もどうぞよろしくお願いいたします。パチ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 、自前拍手自前です、はい、私たちが立っているところ、こちらの後ろに建物が見えておりますけれども、こちらはマジカルアート博物館っていうような感じのところなんですね、はい、リアルでもパフォーマーとしてなんと48年という長いキャリアを持ってらっしゃるこちらのオーナーがゾルタン・ミントさんという方なんですけれども、セカンドライフの中でこういったマジカルパフォーマンスに興味のある方たちに向けて、そのマジカルアートとしての今度歴史とか、あとは歴代のマジシャンたちについて こちらに来て知識を深めていただこうということで提供されている場所がこちらになります。でリアルのゾルタンさんもご自身でね、エンターテインメントエージェンシーを経営してらっしゃるんですけれども、その傍ら、あらゆる年代の人たちにマジックを教える教室も運営してらっしゃるそうなんですね。でそういう方がこのセカンドライフで作っているこちらですね、
ミュージアム・オブ・マジカル・アーツというところなんですけれども、早速中に入ってみたいと思います。はい、では行ってみましょう。こちらね、本当にミュージアムなんですね。しっかりと展示物があって、その名の通り。でここ入ると、まあ、まずこちらのね、もし私が手に今持っておりますのが、一応杖ですね、魔法の杖、魔法のスティック、マジカルワンド、これが欲しかったらグラブヨアギフトというギフトを欲しをもらえるところをタッチするとこれをいただけるようになってますので、もしよかったらちょっと杖をもらって、うん、来た。で、建物を入りますとですね、今私たちの向かって左手から始まってまして、こちらが古代の Ancient Magic と書いてあるんですけれども、そして私たちの右手が Middle Ages Magic ということで中世のマジック、そして、左斜め前が1700年代1800年代というふうになっておりまして、で上の階に行くほど現代に近づいてくるというような展示になっています。でまずは一番古い時代のエンシェントマジックのところに入ってみましょう。こちらです。でね、こちら本当にミュージアムだっていうのは、こう一つ一つのところにクリックするとすごくもうウィキペディアより詳しいっていうぐらいの説明文が送られてくるんですね。だから例えば今私が立っている一番左の正面のところっていうかは、まず、なんだっけ、この昔、まあ、この中で、この中でちょっと一番面白いのは、こっちから行こう。はい、こちらです。日本のマジック。日本のマジックまで。はい。和妻という。聞いたことあるかも。妻という、手という字を書いて、たずまって言ったり、そう。で、日本の、そう。日本の和を書いて、和妻って言ったりとか、で、たずまから定時になっていうふうに変わっていったみたいなことも書いてありましたけど、この和妻の説明があるんですけれども、江戸時代頃からね、さっき、メス様がおっしゃった、手に妻と書いて、手妻ね、っていうのがあって、で、何でしたっけ、ブラックアートっていうものとか、それからあとは日本奇術、例えばね水芸とか、あと蝶々がこう飛び回ったりする何、胡蝶の舞とか、そういうのがもう日本のこの古い時代のこの和妻っていう、で最初蝦夷時代、この奇術って奇術って言いますよね、日本だと奇術師とかいう呼び方するじゃないですか、マジシャンのこと。そうですね、はい、なんかね、お座敷芸として認知されてたんですよ、江戸時代。水芸なんかは多分そうだと思う。ああ、そうなのね、うん、あれもなんかマジックの一つなんだ。そうだからね、センスで紙の蝶々はもう確実にお座敷、ね、それ見たことある。そうね、だからその時代から日本人っていうのはすでにこうエンターテインメントしてこの奇術だからマジックを楽しんでいたっていうことなんですね。だからすごい日本の何手品も古い時代からあるんだよっていう。そうだね、江戸時代っていうともう400年とかね。でこの左側に寅さんがあるとか中国のマジックの説明があるし、あとここでちょっと面白いなと思ったのはこちらなんですけれども、バイブルがあって、バイブルの中にもマジックっていう言葉が出てきてるんですって。実際の聖書の中にあるっていうか。そう、ね、マジックでマジシャンとかいうことがこう実際に書かれているというか使われているんですって。だからマジックっていう言葉自体は聖書の中に6回使われているんですって。旧約聖書とあと新約聖書の中ね、両方合わせて、だから旧約聖書に3つ、あと新約聖書の中に3つ、3回ずつ使われているんですって。それはマジックで、あとマジシャンっていう言葉ね、マジシャンは15回作ってる。そんなに。だから私たちが考えるなんかマジックってこう手品だけじゃなくて、英語のマジックっていう言葉の中にはもっといろんな意味が入ってるよっていう。術、奇跡を起こす人的な。そう意味合いで使ってる。普通のことではない不可思議な力
のことだから、うんうん、だから奇術、マジック、手品とか、うん、それだけじゃなくてっていうことですね、うんうん、で、こっちの方にですね、あとここなんだっけ、はい、ここは何だ、何でしょう、するとこれはインドのマジックですね。おー、うんうん、ヘビ、まあ、出てこないんだけどまあ出てこないんだけど、そうで、インドでもやっぱりなんていうの、あのなんていうのかな、お坊さんみたいにこう宅発する人がなんかあちらこちらを回りながら、こういろんな不可思議な力をみんなに披露したっていうので、なんかね、あのイスラム教とかヒンズー教ではね、聖人とみなされる宅発僧のことをファキールって呼んでて、そのファキールの人たちがこうあちらこちらにこうなんていうの、不思議な力、こう神秘的な力を持つ人って思われていて、その人たちがこうパフォーマンスっていうんですか、それをやっていたのが一番始まり、うん、あ、蛇使いはインド奇術の定番だそうです。あ、うん、まあね、うん、よく出てくるもんね。そうそうそう、ね、あのカゴ、そうね、上を吹くとね、蛇が出てくる、ちょっと出てくるっていうのがあるよね、うん、そうで、魔術師は言えない、魔術師、魔術師、魔術師なんて解けばいいよそうそう、魔術師、マジシャンみたいな、はい、マジシャン、マジシャン、はい。で、反対側の方に行くと、今度は中世、中世っていうのは結構ね、あのこうマジックアーツの世界にの何、歴史においては結構なんか苦しい時代で、もここでね、うん、まず一番最初、あ、ここではね、西洋占星術なんかも出てきてるんですね。そう、一番、ごめんね、よいしょ、一番最初に出てきてるのが、これ中世マジックについての説明がまず一番左で出てきて、でこちらに来ますと、そう、西洋占星、あ、占星術よね、うん、占星術、このアストロロジーというやつなんですけれども占星術っていうのは、あのご存知のように太陽系内の太陽とか月とか惑星とか小惑星などの天体の位置とか動きとか、それとあと人間社会の在り方をこう経験的に結びつけて占う占いで、まあ、占いもマジックなのかっていうのが結構ね、あ、そうなんだっていう、マジックの中に入るんだっていうね、カテゴリーに入っちゃうんだってちょっと思っちゃった。そう、カテゴリーには入っちゃうね、広いマジカルアーツというふうになってるのでね。うーん、で、古代バビロニアを発祥とするとされてるんですけれども、ギリシャ、インド、アラブ、ヨーロッパで発展した西洋占星術とか、あとはインド占星術と、あとは中国と東アジアで発展した東洋占星術というふうに大きく分けることができるそうです、うん、でこれもマジックの世界なんだなっていうのは結構確かにね、うん、意外な感じしますけど、深い、うん、でこのね、マジックの世界の中に入ってくると、今度ここウィッチクラフト、今度魔女、ここと、はい、こっちもそう、魔女の定番といえるこのほうきとお鍋おそうそう、お鍋ね、ね、魔女がよくかき混ぜるっていうね、うん、そう、この魔女さんが出てくるっていうのもこのマジックの世界なんだなって、これも結構意外、うん、あのマジックが不遇の時代っていうのがこれで分かった、そうそうそう、だから魔女狩りだね、魔女狩りになっちゃうの、下手するとっていうか、ね、うん、そう、だから非常にこう中世はいい方に傾いてるときはその人がこう言ってることがこうすごいすごいっていう風になるんだけど、うん、ちょっとつまずいちゃうと魔女裁判にかけられちゃったりとかする不遇な時代でありましたっていうことですね、うん、なるほどなるほど、うん、だからこれもマジックなんだっていうまあね、だから魔女だからね、そうそう、あの、うん、結局その魔女狩りとか魔女裁判にかけられた人の中にはごく普通の今現在でいうところの普通の魔術師マジシャンがいたかもしれない、ね、そうそうそう、全然普通のね、普通のね、種、うん、も仕掛けもあるマジシャンがいたかもしれない、そう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 、で全然本当にそのマジックに関係ない人もいたかもしれないけど、その時代はそれはね、ただの濡れ衣の人もたくさんいたと思う、そうそうそう、中にはもうごくごく普通のマジシャンもいたかも、そう、とてもね、
難しい時代だったようです、うん、本当に不遇の時代だった、ね、そうだから中世はね大変だったみたいよっていうのはここのところの深い歴史が書いてあります。でここの出口に近くにあるこの人、はい、あ、これわかりますか？マーリン。マーリン聞いたことありますでしょうか、うんうん、聞いたことはある、聞いたことあるよね、うん、でこれのですね、これが誰かというと、えい、うーん、あと、これはですね、中世の伝説における最も巧妙な魔法使いの一人であるのがこのマーリンさんなんですけれども、最もよく知られているマーリン伝承はあのアーサー王の、ね、助言者だったんですって、はい、それで強力な魔法使いとしてのマーリンが知られてるんですね。で、アーサー王物語ってこう有名じゃないですか。子供の頃も読んだことあるかもしれないけど、その中でマーリンのお母さんは身分の高い女性だったんですけれど、はい、マーリンのお父さんはムマ、ね、夢の中に出てくる、ま、悪魔ねとされてるんですが、はい、うん、ね、ま、物語によっては、ま、悪魔になってたり妖精になってたりする場合もあるらしいんですけれども、それでマーリンはね、生まれた後でね、このままだと邪悪な存在になってしまうって考えたこのマーリンのお母さんが、すぐに生まれた後ね、教会に連れて行って身を清めさせたので、マーリンからはその邪悪な部分が消えて不思議な力だけが残ったと言われているそうです。でなんかね、万能だったんだって。だからトランプのジョーカーも万能って言われてるらしいんですけど、うん、あの万能の男だったんですが、その最後はなんか自分が愛した女の人に騙されて、うん、あの塔の中に幽閉されて死ぬっていう、そういう運命をたどったのがこちらのマーリンだそうですよ。いつの時代も女はくせ者なんだねそうね、歴史が 女が歴史を変えるって言うじゃん。あ、言う確かにそうね、うんうん、そうだね。じゃあこの部屋を出ましてですね、ちょっ と,、はい、ょっとあの上の方に登って行ってみたいと思います。はい、あんなか1700年1800年代がありますけれど、はい、ここは何かお伝えすることあったかしら。あまりね、なんかね物が多くて、あ、ここはね、あの大丈夫ですっていうか、あんまりお知らせすることないの。この時代のマジシャンさんの紹介が中にありますので、はい、興味がある方はここにいらしてみてください。そして次ちょっと上に上がりますと、ちょっと現代に近づいてきますけれども、はい、まず1930年から1950年代のマジックということでここに入ってみましょう。はい、ここで面白いのはこの真ん中のテーブルの上にいろんな道具が乗っかってると思うんですけれども、お、うんうん、基本的なものばかりですね。そうなんですよ。これね、いろんな小道具があるじゃないですか。うんうん、ね、で魔法、いや魔法、マジックって言うと魔法ってなっちゃうけど、手品で、うん、みんなじゃあ手品の技ってこういうのを使って何するのっていうと、手品っていうのはまずね、うん、消す、うん、消す、なんかそこにあるものを消す、うんうん、消す、うんうん、あとは全然例えばあの棒から花になるとか違うものにこう変える、うんうん、ね、変化ですよね。そう、うん、とか、うん、あとはテレポーテーションって言って瞬間移動、うんうん、あとはエスケープ脱出、うん、とか、うんうん、あとはなんだっけ、あ、なんかね、あの硬いものをなんていうの、他の場所になんか通す、うん、例えばあの例えばほら、なんかこう鉄でできてるこの輪っかみたいのをつけたり外したりするじゃない、わかる？あの人だよ、ハンドパワーの人あ、なんかもう、そうそう、あとほら、なんかさ、お金通しちゃう、そうそう、あれもあるし、昔からのなんかほら、輪をさ、いっぱいこう、輪がこう、つながってんだけど、その輪につなぎ目ないのに、ヒュッて外したり、つけたりしたりとかね、あのカンカンってやったら、ヒュンって通っちゃう、そう、あんなことやったりとか、ね、あとはほら、数字とかを隠してあっての当てたりとか、うん、そういったようなことをやるのに、いろんなこういう小道具を使うようになったほら、この輪っかとか出てるでしょ、うん、まあね、その私は種は分かりませんけれど、はい、私も知らないです。そうです、で、まあ、そんな風なのが魔法のというかマジックの要素だそうですよ、うん、はいね、でここが、まあ、結構現代に近い1930年から1950年代のマジックの部屋でした。はい、はい、あ、はい、
ね、こんな小道具を使うようになりましたよっていう。あ、それで、何だったっけ、さっきのお部屋で、下のお部屋でちょっと説明忘れちゃったんですけれど、カップ&ボールズっていうのは、あれはエンシェントっていう古代の時代からあったんだって。なんかそういえばさっきの部屋にもあったなと思って、ずいぶん古いマジックなんだなって思ってはいたけど。そうなんですって。なんかちょっとあれに触れるの忘れちゃったんだけど、うんうん、そのぐらい古い時代からあるものだそうですよ。なんか意外かなと思ったけど。そうだよね。うん。そう。で、この部屋ではですね、あとはこちらに来てください。はい。あ、ここはね、ボードビルマジック。ボードビル、あるでしょ？ここ右側ボードビルマジックですね、うん、でこの先ですけどこの部屋がマジックを知ってる人はみんな知ってるというハリー・フディーニーさん、はい、とても有名な方でございますのお部屋です。はい、はい、この方は何脱出マジック、はい、日本でいうとこの初代引田天功ですね。これが分かる人は多分私と同じ。そうそう。なんかハンガリーのブダペスト出身のユダヤ人でアメリカ合衆国で名を馳せた奇術師さんだそうですので、でなんかなんだろう、あの超能力とかね、イカ様とかをそれは違うだろうってこう暴露したりするサイキックハンターとしても知られてるんですって。でここの壁とかにも絵が描いてありますけれども、うん、あのポスターを見るとねどんな脱出なのかがすごく分かりやすいね。このミルク の、うん、あの缶ミルク缶からの脱出、うんうん、するすごいよね。入ること自体もすごいけど、その手前にほらあの高速位で吊るあの鎖で吊るって、はいはい、高速位がぶら下がってます、ね、そうそう、あこういうのもねあの脱出系のものはよくあるパターンですよね。自分をこう本当に拘束してとか、あのミルク缶で言うとあの手足を縛って水槽に放り込んで脱出するとか、怖そういうことだと思う。私あの女性の引田天功さんが水の中から脱出するのは生で見たことあります。2枚目の、ね、引田天功さんがよくやってらっしゃるのがそれ、うん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 、あれ見たことで、あの初代の引田天功さんがやってらっしゃったのはもうああいう、こう拘束衣みたいなのを着て建物から脱出して、で建物その時間が来たら爆破するみたいな。なるほど。大掛かりなものっていうのは私は記憶ありますけど、なんかねその脱出ショーを彼が演じてた時にその元船員さんだった作家の人のウィリアム・ホジスンさんっていう人に縛られた時は、うんうん、脱出に非常に苦労したんですって。だから あの男にだけは二度と縛られたくないって語ったと言われているそうです。もうガランツリもプロの縛りだからね。だから船員さんだから縛りが半端じゃなかったんだね。あの絶対ほどけない縛り方をするから、うん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 、だってほどけちゃったら命取りだからさ。そりゃそうだよね、うんうんうん、でハリウッドにあのマジックの殿堂でマジックキャッスルっていうところがあるんですけど、はい、その2階のレストランの一角にフーディーニーの部屋があって、このフーディーニーの部屋でお食事をするとフーディーニーの霊がやってくるっていう、なんかそんな仕掛けがある部屋があるそうですよ。あ、はい、そう仕掛け仕掛けな、もう本当に霊来たら嫌でしょうよ。嫌だよ本当に霊来たら嫌だよ。そうでまたこの上のフロアに行ってみたいと思います。はい、でここのフロアでは今階段上がってきて私が立っている正面の右手にマジックオンザウェブというのとマジックオーガナイゼーションって書いてあって、それはいろんなあの何ああのウェブのところに行くとスクリーンがあってそこで動画が見れるようになってるのと、あと、うん、なんだこのマジックに関係ある組織がいろいろポスターでそれをクリックするとそこのリンクに行けたりとかするようになっています。なんとか協会公式サイトみたいなのが見れるってこと？そうマジック協会ね、世界中のね、で面白かったのここのマジックメディアの部屋なんですけど、ここ入ってくると、うん、左手に DVD があるじゃないですか、DVD をこうクリックすると、うん、マジックに関する DVD のリストがずらずらずらっと出てくるんですね、うん、でこの真ん中にあるレコードプレイヤー、はいはい、これをクリックすると
音楽の中でマジックに関する言葉を使ったりとか、歌の曲名にマジックが入ってたりとか、が詩がちょっとマジックだったりとかするような関係のものがダーッと出てきます。例えばあのアメリカが歌った You Can Do Magic とか ELO の Strange Magic とかずっと書いてあるんですね、うん、キスがマジックタッチっていう歌を歌ったよとか、うん、私に、アーティストさんと曲名でマジックに関係あったり、あとウィッチクラフトっていう言葉が入ったり、ウィザードっていう言葉が入ったり、あとアブラカダブラ、あ、本当だ、ね、スティーブ・ミラーバンドのアブラカダブラ、こうマジックに関するこう曲を歌ってるアーティストさんとが全部こうやって出てきます。それで、このテレビ台みたいなところの下にあるのをクリックすると、あのマジックに関係あるテレビ番組とかショーとかのリンクがずらずら出てきます。本当だ、うん、あ、さっきのフーディーニさんだけど、ご葬儀の時に、うん、他の中にいないだろうって言われたらしい確かに脱出っていうことでね、うんうん、はい、でこっちがマジックロケーションで、うん、例えばこの一番突き当たりのところにここマジックキャッスルってあるんですけれど、これはロサンゼルスにあるそのマジックキャッスルっていう、まあなんだろう、クラブレストランみたいに、私行ったことあるんですけど、うんうんうん、何レストランみたいにお食事して、その後でマジックショーを見られたりとか、あとなんかこう何でもリクエストした曲を弾いてくれるピアニストさんがいたりとか、とっても素敵な場所で、なんかお城の入り、お城っていうかマジックキャッスルの入り口は確かね、合言葉言わないと入れないみたいな、ドアがなくて、みたいなとこだった、うん、でもそこのマジックキャッスルでマジックを披露するっていうのは、うん、マジシャンにとってはとても名誉なこと。あ、そうなのか。とても有名な場所なのでね、ここ。なるほどね、うん、そう、ロサンゼルスに行ったら友達が連れてってくれたんですけど、なかなかちょっとね、おしゃれしていく感じのとこだったよ。そうだろうね。そうそうそう、なんか普段着られないようなドレス着たら嬉しいなみたいなところだった。いわゆるドレスコードがあるようなところって。あ、そう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 。あ、そうです。ほら、フーディーニ。本当だ、フーディーニが出てた、ポスターが、うん、で、これフーディーニ博物館の場所が出てきます。あ、この写真、そうです。はい、で、ちなみにこのフーディーニのポスターも売ってます。あ、売ってんだこれポスターはね。あ、本当だ。そうそう、でクリックすると、でもほらミュージアムの案内とか来ます。うん、クリックでお支払いだね。そうそうそう、だから何、この私の前にあるところもアメリカンミュージアムオブマジックっていうところの場所とか来ます。うん、面白そうね、ここ。みんなぜひ行ったら行ってみてください。あと、まあラスベガスですよね。そうだねはいね、でここ出ましてですね、はい、Today's Magic Stars というのがあります。これは、こちら側の階段と、あとこの私の反対側にも階段があって別々の部屋になってるんですけど、はい、まずちょっとこちらに上がってみましょう。あ、間違っちゃった、ごめん、向かって右手に上がらなきゃいけない逆来ちゃったね逆来ちゃった。あ、こっちのはね、でもカメラさんが中を撮ってくださるそうなので、よいしょ、あ、合ってたっけ、ちょっと待ってねなんかね、上でも移動はできなくもないんだけど、うん、確か右側から上がるんで合ってたと思ったんだけど、ちょっと待ってね、よいしょ、よいしょ、見てみましょう。違いますね、反対側ですね。こちらはですねなんだっけ、ペン&テラーさんとかいう、何、大きな人とちっちゃな人のコンビのマジシャンの方とかが上に今ちょうど映してくださってると思うんですけれども、はい、日本人でいうとこのナポレオンズみたいな感じあ、そうか、言ったら分かりやすいのかしら、うんうんうん、ナポレオンズってどんな人だったっけ、数字のマジックやる人、あれ、どんな人だっけ、なんつったらいいんだっけ、ナポレオンズ弾けばいいの。そうそう、ナポレオンズ、ちょっとね、説明をしようかとってもね、面白いんですよ、コミカルなマジックをなさる方たちで。なるほど、うん、そう、で、それの何、アメリカの人たちで、そのちっちゃい方は、
手品をしないというのはナポレオンズと一緒っていうふうに今ディレクターからねそう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 、片っぽやらないんですけど、背の高い方の人、大きい人がやるんです。ああ、そうか、なるほど。マジックはそちらが主にやるんです。それでね、そのアメリカのその大きな人とちっちゃな人だけ、ちっちゃな人でも何175センチぐらいあるだけな、なんかすごい大きいんですって。ちっちゃく見えるんだけど実は全然ちっちゃくないってでっかい方がでかすぎるって。そう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 、それだけだったっていうそうね、はい。で、私たちが今こう来ている方のお部屋にはですね、みんながよく知ってるこの方が展示されております。あら、この方、この方です。おなじみじゃないですか、この方。おなじみでしょ。はい、おなじみのセロさんですね。はい、この人、街中フラット出かけてってマジックやってる人。そう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 、ね、この人はあの日本だとセロって言われてますけど、セロ高山と言いますね。セロ、セリルって書いてセロですね。セロさんは、高山さんっていうね。高山さんなんだ。そうそうそう、お父さんが日本人なのかな。うん、でお母様の方はなんかモロッコ系フランス人のハーフということで、うんうん。でなんかもう10歳の頃からマジックの才能が開花して、12歳でもマジックキャッスルのジュニアメンバーになってたっていう、すごいですよね。うん、でも逆にその後で結構苦労なさって、学校からなんかね、なんか退学になっちゃったりとかして、なんか一人でね、なんか結局ストリートパフォーマーとしては結構貧困生活を送ってた時代もあったみたいですよ。うん、だけどその後、まあね、19歳の時にはもうなんか横浜の方のこのマジックの大会でこうイリュージョン部門で1位を受賞したりとかして、でその後はもうご存知のようにこうマジック革命セロとかい こうテレビ番組とかが、ね、できて何回も紹介されてますよね。うん、今はですね、パートナーのジェーンさんとともにセロ&ジェーンとしても活動してらして、アメリカとかアジア、ヨーロッパを中心に興行してらっしゃるということです。うんうん、ね、みんながよく知ってる X-Files ってあるじゃないですか。 X-Files、 はいはい、 X-Files、 はい、のマジックの監修をしてらっしゃるそうです。あ、そうなんだ。うん、仕事もあるんですね。お仕事もあるんですね。マジシャン、ね、ありますよね。うんうんうん、そうね。でもなんか今これ読んでいいのかどうかっていうぐらいのそれまで読まないで、読まない方がいいですか。くすっと洗っといた方がいいと思います。あ、そうですか。いろんなねことをね、裏の知識がいっぱいあるね、ディレクターがね裏でねいろんなね豆知識をくれてるんですけど、あんまり言っちゃうとみんなのこう何マジックに対するこう夢とかイメージが壊れちゃうからね。壊れちゃうから、だからちょっとじゃあ紹介しないでおきましょう。はい、裏のうちのディレクターカメラマンはですね、どうも幼い頃からたくさんそのマジック番組の子を見てたみたいで詳しいんですよ。だからなんかしちゃいけない裏話、うん、どうもそういう分かっちゃうっていうマジック大好きなお家にお育ちになった。じゃあちょっとじゃあこの辺で控えめにしておきましょうかね。そうですね。で実はここの今私たちがご案内しているところは、この博物館自体はこの島の 3000m のところの高さに位置しているこうミュージアムなんですけれども、地上の部分もちょっと遊べるようになっているので、今度は地上の部分に降りてみたいと思います。地上の部分は皆さんテレポートを使って、まずファンデールっていう中世の町があるんですけれども、そちらのファンデールの入り口に移動しましょう。はい、皆さんテレポートをしてきてください。はい、はい、しました。でですね、はい、さっきマジックが不遇の時代であったこの中世ですね、はい、中世の街並みのところにやってきましたので、ここの街並みを背に今日の、スポンサーさんのインフォメーションをお願いいたします。街並みを背に、あ、じゃあこの入り口のものドンキホーテみたいな騎士の方を見ながらやるんですね。見ながら、オッケー、見ながら。連れてるのが犬っていうのが。あれ、そうそうそう。ね、オバじゃないっていうのはちょっと。ああ、そっかそっか。なるほど。オオカミとかでもないわけね。ロバなのか連れてるのって。オオカミなんだ。犬じゃない。オオカミだった。ごめん。間違えちゃった。
で、今この私たちが来てる通りの先の方にはですね、アーケードになってましてね、ここはね、あの貸し店舗になってますので、こう中世の街並みに興味ある人はお店をこう週いくらいくらで借りられますよ。あ、借りれるんですね。うん、そう、50分にも使えて、うん、週250リンデンだからね、いいんじゃないかな。はい、いかがでしょうか。こんなもんでどうかしら。はい、いいと思います。いいですか。はい、ちょっとだけお待ちくださいましね。はい、大丈夫ですよ。はい、でですね、私たちが立っているこのハンデールの町に入ってきて、右側のところには、あの、お魚屋さんがあります。ちょっと生臭い前で告知という感じですね。若干匂うかもしれない。若干匂うよね、この位置に。風に乗ってって。そうそうそう、ほのかに漂う。はい。はい。なので、大丈夫かな？大丈夫でしょうか？はい、では行きますか？はい、ではよろしくお願いします。はい、たびたび夢大陸スポンサーシムから今週のインフォメーションをご紹介いたします。はい。はい、まずはエリア86にあるショップ LL から新作フリーアウトフィットとラッキーボードのご案内です。はい、4月4日からショップ LL グループメンバー向けにフリー配布がスタートしています。春らしい感じのシャツジャケットです。うん、5タイプのカラーで肌操作となります。以前出していたハイウエストのショートパンツの組み合わせの感じにしていますが、うんうんうん、どの組み合わせでもできますので、いろいろなコーディネートをお楽しみください。本日、私とひまちゃんが着ております。あ、ほんとだ、色違い着ております。ほんとだ、あ、色違うと思うと全然感じが違う。そうなんです、うん、実はですね、あとコーディネートの仕方もなんか全然違うから、はい、ひまちゃんがデニムのショートパンツ、私がハイウエストのタイトスカートですね。なるほど。こちらと、はい、合わせております。はい、裏話をすると、はい、ひまちゃんとどっかぶりしてました。え、そうだったの。今に、ね、黒着てるんですけど、ひまちゃんと同じ白着てたんですよ。この間からかぶってません？2人かぶるんですよ。合わせて買いました。なんか選べるのにね。そうなの、選べるのに同じになっちゃうのね。そう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 。無難にと思ったらかぶっちゃいました。なるほど。はい、はい、そしてじゃあ次ですね。そして翌日4月5日からは男性もののジャケットとパンツのセットものが配布スタートしています。3種類がそれぞれ別で出ています。上下が別パンツですので組み合わせも変えられるということです。はい、そして同じく4月5日からラッキーボードの追加も出ています。コマンドスーツでグリーン系と赤茶系の2種類がそれぞれ3分間隔で回っています。そしてこちらもエッセンスのスーツと同じくブーツまで全て一体型となっています。またリサイズスクリプトも入っています。また公表によりスニーカーのラッキーボードの設置が期間延期となりました。おー、なるほど。今週の土曜日までと、いいですね。今週土曜日までですので、まだの方はお急ぎください。はい、はい、ご紹介しましたアイテムはショップ LL グループメンバー限定で約1週間の無料配布となります。無料配布期間を過ぎますと有料販売に切り替わりますのでご注意ください。ショップ LL の最新情報につきましてはグループ通知のほか、そら豆ブログ内にありますエリア86オーナーラブミーリトルさんのブログ、ラブのつぶやき2からもご参照いただけます。はい、はい、エリア86からは以上です。はい、はい、そして次、次は新たに誕生しましたシムジャパンミュージックランドからのお知らせです。はい、先週もお伝えしましたが、2013年より約2年間、新規登録者のサポートシムとして活動させていただいてまいりました J サポ等は3月末をもちましてクローズさせていただくことになりました。はい、皆様の期待を背負って邁進してまいりましたが、力不足でその期待を全うできず大変申し訳なしでいっぱいでございます。今後の活動といたしましては、はい、シム名を J サポ等よりジャパンミュージックランドと変更いたしまして、インターネット上で音楽活動をされている方やインディーズのミュージシャンの方にもっとこの世界を知っていただき活用していただけるような環境づくりや会場の管理などを執り行っていきたいと考えております。うんうん、また現在行っております仮想ミュージシャン養成講座を本格的に活動を行って、この世界への目的を持った新規登録者の登録サポートは
引き続き行ってまいります、はい、今後2016年よりスタートする新セカンドライフサービスでは一SIMの規模も拡大して数百人から数千人規模の同時アクセスが可能になると伺っており、今後ますます仮想世界での音楽活動も可能性に期待が持てると考えております、うん、ジャパンミュージックランドのオープンとしましては4月25日頃を予定しています。4月より SIM名は J サポートからジャパンミュージックランドへと変更になりますが、まだまだこれからもこの世界を全力で応援し続けていきたいと強く思っております。そして今年の年末も第6回紅白歌合戦の開催並びに赤組の勝利を目指して満身の力を込めて取り進めていきたいと考えています。赤組今後ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして7時間目を迎えた今回の仮想ミュージシャン養成講座ではイベント告知看板、ポップの作成方法や快適にイベントを行うための会場作りの方法などを学びました、うんうんうん、講座のアーカイブは公式ブログにアップされていますのでぜひご覧になってくださいね。はい、はい、以上たびたび夢大陸スポンサーシムから今週のインフォメーションでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、楽しみですね、今後がね。楽しみですね。はい、今年の紅白やるのかな。うん、やる、やるって言ってらっしゃるから、うん、まあ、期待しましょう。はい、どうなるんだろう、どっち勝つのかな。うん、今年は赤よ。去年どっちだろう。赤、うん、白よ。赤2年連続負けてる私か。負けちゃったんだね。あ、そうか、うん、そうそうそうね、はい、今年こそだね。はい、それまでずっと勝ってたんですけどね。はい、うん、はい、いきます。はい。はい、ではこちらですね、今度は地上に降りてまいりました。はい、で地上、今私たちが来ているところは、中世の町並みをこう再現してあるところになっております。では、はい、このね、あの窓上の方とは全然違う感じでなんだけど、ここではね、あの楽しめる、この中世に何をしてたのかなっていうのがここにありますが、はい、なんか噂によるとメ様がなんか下見に行っているシムにもあるらしいという、このあの、ありました、ありました。これですよ、これ。これ無料で馬ももらえるんですけれども、おー、はい、あの馬上の何、槍試合っていうんですか。そうです、はい、すれ違いで槍をくすりそう、ね、怖いわね。でこの何、それに合ったこう服装ももらえたりとかするので、まあ、ここで、うん、ちょっとやり方がわからないですけど、でも、うん、あの観客席みたいにもできてるので、はい、で両方ともこうスタートのなんか位置みたいのがあるから、ここでまあバーって走ってきて、そう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 、お互いに走ってきてやるんですよね。そうそうそう、差し合うんですよね。そうそう、これって本当に差し合っちゃうのかな。そうです、本当にガチガチなの？ガチですか。だからグラディエーターの時代と同じ？そう、ガチ。だから客席にお目当ての女性がいる場合には、その人に私は勝利しますって誓うんですもん。私はこれに必ず勝つからお嫁さんに来てくださいってプロポーズしたりするんです。アンリ2世はこれで死んだよっていう風に今ね、ディレクターが。そうそうそう、実はこれでやられました。じゃあ何、本当に命かけちゃうんだ。ガチです。あ、騎士たるもの、命をかけずにどうしますっていうことだから。うんうん、怖いわ。ね、ね、無理無理。なんかね、カトリーヌ・ド・メディティの旦那さんでフランス王、それをノストラダムスが予言したんだよっていうインフォメーションいただいております。そしてですね、時間がだんだんなくなってきたからちょっと早足にするよ。アーチェリー、ここでアーチェリーができます。これアーチェリー本当にできました。あのここをクリックして、それでここをクリックするとアーチェリーの、何、弓と矢が送られてくるので、それでここの線のところに立って向こうに向かって撃つという形で。結構距離あります。結構距離ありますけど、うんと、なんだろう、結構何さ、うんと当たりやすいっていうか、なんかうん、もしあれだったらね、やってみてください。これ今ちょっとクリックしたんだけどなかなか来ないけど、うん、
えい来た、うん、もらえたみんな今来た、うん、OK、 でそれをやってマウスルックにして、あちらをいるわけです。そうするとポイントが出ます。でポイントを出すためにはここの今私の目の前にあるこの看板のところで始めるよっていう風にやると、はい、出てくるんですけどね、はい、エントリーしなくちゃいけないです。はい、OK、 はい、やってみますか。もう皆様やる感じ？皆様やってみてください。あ、まあそこの、 あの点数がつかないような状態でやってみてもいいと思います。ここのところに立ってマウスルックであの矢に、矢じゃないや的に向かってあのクリックするだけです。左クリックでマウスルックにして狙って左クリック。どうぞ。あれ？何もならんよ。動かない？私やった時できたけど、じゃあ飛ばしましょう。うん、あのちゃんとアニメーションも稼働して打てましたけど、じゃあこっちの移動しましょう。このアーチェリー大丈夫？こっち今度は、うん、丸太の上から人を落とすゲームというか何でしたね、丸太の上で戦うゲームがこちらにあります。はいはいはい、でこれはですね、階段を登っていただいて、じゃあちょっと私がこちらに登りましょうかね。で、目様がひまちゃん反対側に登っていただいて、まあひまちゃんがやった方が面白いかもしれない。ひまちゃんどうぞどうぞ。私？はい。うん。トイレトイレ。それで立ったらですね、この自分が立っているこの下の丸い部分、土台の部分をクリックします。そうするとエントリーしたっていうことになります。クリックした？自分の足元。クリックすると光る、ね。光る。うん。はい。オッケー。光った。光ってないね。ゲームレディーになりました私の方。そしたらですね、はい。ひまちゃんレディーになってない。うん、あの今チャットにクロネクロに is ready は出た。あ、そうね。ひまちゃんは出てない。ひまちゃん足元のその丸いと丸い足元の真下の土台をクリックするんだよ。じゃないのかな。足のかかとのあたり、これこれっていうかその立ってる土台自体を立ってる土台をクリックすればいいんだ。緑の台のところ、なんでできないんだろう。できない。じゃあいいや、そのままでいいですか。あ、じゃあ目様やって、目様やって。うん、あのもういいよいいよ、そのままで誰がやっても同じだから。そうなの。うん、それで私の方に向かってこの丸太の上を歩いてきてください。はい、多分丸太の上歩くこと自体大変だ。歩ける大丈夫。あ、歩いてる。あ、落ちた。こうやってやって戦うわけです。上でだけど多分そうなるだなと思って。セリも全然さ、私なんだけどさ、テレビ番組かなんかね、うん、あの丸太にさまたがってあのお互い、ああ叩いてなんか殴り合うみたいなの落とすってあんな感じ。そう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 、多分ね。なるほどなるほど。そう、これもちょっと本当にできるみたいだから、あの下をに自分の足元のその丸いところの 表面の部分をクリックすると私不戦勝でした。まっちゃん戦わずに勝ってしまいました。よかった。あそこの上をね、あのね、透明パネルとかでね支えてくれてると思ったら大間違いで、本当に何もないから、あれだけだから幅ドンって落ちましたもんね。よかったよ。それでここからですね、はい、あちらの今私が進行方向に向かってもや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 ってなってるゲートがあるんですけど、ゲートがあるんだけど、そう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 、入って大丈夫？うん、Bガエルっていう、今度はなんか立ってったよ。なんかご機嫌な人が通っていったよ。通っていきましたよ。はい、向こう側に行くとほらご機嫌な人が見えなくなったと思うんですけれども、ここから先はまた別の、区切れてますちゃんと。でここから今度は現代になりました。はい、で現代で
ゾルタンミントさんがやってるので、このミンティーフォトグラフィーということで、これ多分グループに入っているとここでいろんなポーズを撮ったりとかして写真が撮れる写真スタジオがあります。それでその隣にあるのがカジノですね。このカジノの中で私はちょっとお気に入りのゲームがあったので、それをちょっとこちらの方でやってみたいと思うのが、このすんごい古めかしていい馬のレースです。わー、競馬ゲームだ。競馬ゲームだ。そうそうそう。でこれは今これ私縁をクリックすると馬が4頭並ん でこれクリックしてゲームごとにこの国が変わるんですけど、今だと奥から中国、チャイナ、フランス、ハンガリアン、ロシアになってますけど、うん、でこれで、好きな自分の馬をクリックしてください。いいんですか。ますよ、うん、そうすると誰が何を選んだっていうのが出て、そうしましたらこれスタートをするとこうやって走って自分の2周するんですけど、うん、私落ちたみたい。うん、落ちた。はい、じゃあやっててね。今戻ったね。ちょうど大間さんが走ってる間に戻れると思う。2周します。で自分が勝ったの、なんとなくね面白くってそこで時間を潰してしまいましたね。自分が選んだ馬が1位にならなかったら1位になるまでと向きになるよね、これ。そうまあ今選んだ馬1位になりましたけれども。ですか。イエーイ。すごい。でなんかね、当てるとなんかポイントみたいのがなんかあなたは2点ですみたいのが出てるみたい、多分出るよね。でそこからですね、今度は次の、はい、隣の建物に移動してていいですよ。カジノ出ちゃっていいですか。いいですよ。そうするとねエアホッケーがあるからそれ面白いと思う。なるほど、エアホッケーか、懐かしいな。しばらくやってないわ。すごいなんか古い時代の。普通にエアホッケーあるんだ。そうそう、やってみて。やってみたい。から追っかけるからメ様とやってて。ここね、うん、アーケードって書いてあるとこ。どうの、これだ。入って左手前にあります。こあったあった、これだこれだ。そうです、やっててください。私はでもここわかるかな。クリックすると、なんだろう、スタートっていうのが、そうすると、その目の前にエアホッケーの何ラケットじゃなくて打つやつが出てくるから、レズされてくるから。来ました。これ、来た。でそれを自分のマウスで、左クリックするとそれが持てるので、分かる、ドラッグした状態で動かす。動いた。私戻ってたよ。できてる。その全然運でもない住んでもないっていう。ちょっと待って。原因は何なのよ。オッケーオッケー。ひでちゃん戻ってきた。うん、今戻ってきた。え、何よ。なんでなんでなんで。あー、こっち側ひなちゃん動かせてたって。はい、どうぞ。あ、動かせてるか。動かせてる、動かせてるよ。もうその位置から動かしてんじゃない。あ、本当だ。うまい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 。そう、結構ね、だったと思っちゃったの。結構乗ってんの。それでなんかなんだっけ、その、え、手に持ってるそれなんていうの。ラケットじゃないし、何これを、ほら自分の何、この枠の外に落っことしちゃったりしても、新しいのが移される。あ、1対1だ。やるじゃない。すいません、ガフってしまった。やるじゃない、すごい。どっか行ってしまったわ。どっか行ってしまってもまた次のがレズされるから大丈夫。結構ね、本当に動くんだよこれ。はい、次行きます。はい、なんだっけ、結構難しい。持ってかれちゃうね。ちょっと遅れるというか自分の意思通りに動かないところ。そう、動かないね。そうそうそう。で
あとですね、ここのところでここに何おみくじじゃないけど、ここで一輪伝で占いみたいのができたりとか、あとはここでゾンビをシューティングするゲーム、これね十輪伝でワンプレイです。あとここにモグラ叩きがあります。これも十輪伝でワンプレイですね、はい、こんなゲームがあるのでここに来てやってみてください。ミニアップもあるんだ。そうそう、ここにあるものは基本的に全部実際に遊べるような道具が揃ってます。はい、でこちらの方に、回っていきますと、今度ここはビンゴ会場です。ここみんなでパーティーやって、うん、ビンゴとかできると面白いんじゃないかな。商品なんかあったりしてビンゴなかなか楽しいじゃないですか、うん、SL の中で、だから本当 SL の中でどんなゲームができるかなっていうのをこういろんなのを紹介してるんですが、もちろんここにセブンシーズの言わずと知れた釣りもできる場所があります、はい、そしてできるのね、いろんなゲームがあるの、そう、こんなゲームが SL にあるのみたいのが集まってるの で、私の今右手にある建物の中ではテーブルの上でやるロールプレイゲームあるじゃないですか人狼っていうんだったっけ、なんかああいうのに似たようなゲームができます。ロールプレイゲームだけど、テーブルの上でやるっていうね、テーブルトーク RPG だったんです。聞いたことあります。でこの隣にバーがあったりして、でここがですね、いろんなこのシムの今ご案内した場所にいろいろ飛んでいけるテレポーターのボードがここにあります。そして、はい、うん、こちらに来るとジャックスというこちらなんですが、実際にここでエンターテインメントが行われるので、ここに入ってくると、ね、こう流れるんですけれども、コメディアンとか、まあ、歌を歌っても何でもライブパフォーマンスはここでできるようになるんですね。で右側の方にナイトクラブのスケジュールが出てます。はい、誰でも借りることができるのかしら。うん、言えばいいんじゃないかな、オーナーさんにこのことやりたいっていう風に。うんうん、でいろんなほら今ねパーティーがありますけど、右側のボードのところにそのジャックスナイトクラブウェンズデーって書いてあって、この4月の8日のところなんですけれども、うん、7時からテイピングオブアングリー&って書いてあるでしょ、うん、これってこのシムのオーナーのゾルタン・ミントさんが、YouTube で番組配信してるんですね。でそれの録画が行われるっていうことです。公開録画、そう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 こと、そう、うん、へえ。それで月に1回かな、結構頻度はそんな多くないんですけど、うん、そのスケジュールの時にやっぱお客さんが見に来てる状態で、そのトークショーみたいなをやってらっしゃいます。そしてこちらの隣の建物なんですけれど、こちらは、今までご紹介したのとはまた別に、SL の中でできるゲーム、一応入ってみましょうか、うん、上まで行くと大変だからこうカメラで皆さん見ていただくといいと思うんですけれども、ゲームルームズアップステアーズと書いてあるんですけど、この上の方にずっといろんなゲーム、この SL の中でできるゲームの機械がいろいろあるんですね。なんか見られますね。そうで、この、3階ぐらいまであるのかな、うん、シアターはあるの、シアターじゃないのよ、あれゲームなの。目の前でなんかね、うん、ダイスっていうの、なんかこうサイコロの目じゃないけど、なんかそれを当てるかなんかのシアターじゃないんだよ、あれゲームなの。なんかで面白いのはモノポリーじゃなくてシモポリーっていうのだったんでしょ、あ、こんなゲームあるんだっていうのゲームがね、うん、いろいろありますよねそう、だからここに来て、うん、まあやってみて面白かったら自分で買ってみるとかねできるんじゃないかな。でこの隣のところに行くと、ペイントボールの投げ合いができるようになってるんですけど、はい、ペイントボールやるんだったら建物の中でやってねって、専用の建物の中でやってねって書いてあるんだけど、どこがその専用の建物だか分かんなかったので、これは
ね、なんかこの周り見てもなかったんで。でですね、このガールズガールズガールズと書いてあるのは、まあ、ちょっと大人のね、あの遊び場じゃないですけれども、あのポールダンスを、え、いや、ポールダンスとかを見ながらゲームを楽しむということです。はい、テーブルがあって、そこでやっぱりゲームできるんです。カーツ&アゲインストヒューマニティっていうの書いてあったりとか、もう一個の方もなんかね、これ何のゲームだろう、なかなか、今ストリートポーカーだストリートポーカーのテーブルがあった、うん、ここアダルトシムだったねそうです、はい、ができる、できるっていうかね、やりたいと思うあのさ、今入ったゲーム屋さんあるじゃん、はいはい、なんかいろんな、その1階にさ、いろんなものがなんか棚に入ってたでしょ、うん、日本の漫画とかあったよ。あ、マジ？本当に？うん、あの、私が見つけたのはメゾン一国見つけました。本当に？バッカーノとかあった。すごい。そんな感じだわ。そんな感じだわ。で、この私たちが通過している噴水の右手にはお店があったりとかするんですが、こちらのね、エンカウンターボックスっていうのはそのミントさんが作っていらっしゃいますね。で、今私がいてる進行方向の左側にあるのが、ゾルタンさんのパートナーさんがやってらっしゃるお店ですね。うん、なんかお洋服屋さん、お洋服屋さんでもなんかマジシャンのアシスタントっぽい雰囲気のものもあった、うん、あ、そうだね、あるある、うん、だからそういったようなことを SL 内でやってみるんだったら、うん、ここに買いに来るといいかもよ。気分味わえちゃうかも。そうね、その気になれるでしょ。で、最後に私たちが行くところがこちらなんですけれども、こちらは本当にあの、なんていうの、あの、こういうマジッククラブみたいになってます。あー、はい、本当だ。本格的なステージがあって、うん、はい、で、こちらの方では、やっぱりショーとか行われるので、ボイスチャットで多分エンターテインメントされるのかなと思うんですけど、私見に来てないんですけど、今ね、パフォーマーの方があの踊ってくださってますけども、せっかく踊ってくださって申し訳ないんですけど、私煙なんですよもしかして申し訳ない、もしかして透明に見えます本当に素敵なね、バレエを踊ってくださってますけどね、あの YouTube の方で見ておりますYouTube の方で見ておりますそう、セカンドライフ内でもあのドルタンさんがパフォーマンスしてらっしゃるっていうんですけど、私はそのさっきのトークショーの YouTube は見たんだけれど、こちらの何エンターテインメントのパフォーマンスの方は見てないのね。でも SL の中でもしマジックをやるんだとしたら、どんなマジックをやるんだろうっていうのは、うん、なんか何でもできるよね、そう、 SL は何でもありだからそうどういうふうにするんだろうっていうのがある。で、まあ、ボードビルマジックみたいになんか話して面白いのにするのかよくわかんないけど、だからちょっと機会があったらこちらの方に、うん、あのライブを見に来たいなって思ってます。あの、あれかな、ずいぶん昔の旅番組だったんだけど、あのクリオネさんの首がポコンって取れるっていう、はい、なんかあったよね、え、首を取って手で持ちながら歩きましたね。そう、はい、あんなのどこかな、そう、あれができちゃう、あれどうなってんのか未だにわからないんだけど、あれができちゃうってことはさ、そう、確かにそうだよね、そう、あれができちゃうってことはさ、でもあれ、ああなっちゃったら治んなかったんだからね、私は。そう、例えばそうだったね、あの大変だったんだよねだからあのまま歩いてたんだからね、うん、そうだから SL の中では何でもできちゃう状態でマジックをどうやっていう風にみんなに見せてるのかなっていうのはちょっと気になるところでもありますね、はい。じゃあここを出たところで、今日はエンディングにしたいと思います。パフォーマーの方ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあ噴水を背にして立ってみませんか。こんな感じで、はい、よいしょ、
はい、ひまちゃんが消えた、あ、川に落ちたんだなって。ほら、消えるって言っても、あ、落ちたんだなとしか思われないじゃん。確かにね。そうそう、うんうん、だからほら、テレポーテーションって言ってもほら、リアルの世界だったらすごいと思うけど、 SL だったら誰でもできるじゃない。普通のことだからね。そう、移動手段がテレポートだから。そうだから、どういうパフォーマンスをしてらっしゃるのかなっていうのはちょっと興味ありますね。はい、うん、まあ、こう3人並ぶとね、私だけは巨大でね、なんか量がすごく小さいなっていうのが、なぜか今日の取り合わせして、一歩下がろうかしらと思わず。はい、という感じなんですが、ひまちゃんいかがでしたか。ですね、最初に行ったスカイのマジックの、はいはいはい、ミュージアム、あ、うん、あそこをちょっともう一回行ってみたい。結構本格的でしょうっていうか、なんかちゃんとしてるなってすごい思っちゃいました。翻訳機使って読めるかな。あ、そう、うん、そう思った。本当にいいと思います。はい、はい、メ様は。いや、同じです。私もマジックは好きなの で、うん、で、ああいう、こう、そういうマジックとかもそうなんだけど、何でもこう、何かの歴史をたどるっていうのすごい好きなんですよ。だから、あえてこう、古いものからずっとね、歴史をたどって順番に見ていけるっていうのは、すごい、うん、私としてもワクワクですね。そうですよね、うん、なんか別に、なんていうのかな、自分がマジックをやるわけじゃないし、手品もそんなに興味があるわけじゃないだけど、見るのはそんな嫌いじゃないし、見るの大好きだから、ね、そう。でもあのね、最初のあの博物館に行って、あ、なんかスルスルって上がっちゃうのかな、3階までと思ったら、うん、一個一個の部屋がすごく面白かったです。じゃあ一つ一つの部屋にもうちょっといたかったなっていうのがあったから、うん、ね、一個一個ゆっくり見てもらうと、またよっきより楽しいのかなですね。あのね、ゾルタンさんがね、ミュージアムはやっぱりね、最低45分はかけてほしいとおっしゃってたから。かかると思いますよ、本当にね。うんうん、なので、そう、45分かけてうちの番組とそうちょっとね、それは無理だったので、今日はさささっとちょんちょんちょんとつかいつまんどうしね、ご紹介しましたけれども、皆様いかがでしたでしょうか。はい、ありがとうございました。来週も素敵なところに皆様もお連れする予定になっておりますので、どうぞご期待くださいませ。では Thank you very much for watching everybody andおやすみなさい。ハッピートラベル。バイバイ。バイバイ。世界は二人を引き離して会いたくない、会えない日々を数えて平気なふりして笑ってみせるけど、切なくて切ないこと甘すぎて、忘れ